キックボクシングの熱き戦いをお届けするノーキックノーライフ、大会を直前に控え、今回も最新情報をお届けしまーす。ありがとうございます。というわけで、新年の1月9日にですね、はい、2022年最初のノーキックノーライフが行われるということでございますけども、はい、小野寺さん、はい、この新年最初の試合からこうすごい大会になりますね、これね。そうですね、もうスタートダッシュ切れるように、うん、一発目ですから大事じゃないですか、はい、もうそれにふさわしいカードが揃えられたので、うん、はい、もう絶対損はさせないので、はい、ご期待ください皆さん。いいスタートダッシュでございますのでぜひともね、見ていただければと思います、はい。さあ、そして青山ひかるさんはですね、前回の放送でですね、はい、宮本ご夫妻が登場されて、うん、そちらから引き続きということなんですけども、大会に向けてはいかがでしょうか。はい、そうですね、選手の皆さんも本当に注目なんですけども、うん、今回ラウンドガールも豪華になってまして、うん、なんとあずさちゃんもいますからね。そうなのよ、もう一緒に立てるなんて夢のようです、うん、ね、一緒になってそこに立って、しかもその人もまたね、はい、奥さんなわけですから、夫妻で出れるなんてないないない。そうそう、本当に、いや本当にないですね、これまでに。もう堂の下さんがすごすぎて、はい、一回もなくないですか。ないと思います多分、ね、そうやって後に結婚したとか付き合ったとかはあると思いますけど、はいはい、それでちゃんとね、結婚した後に一緒に共演みたいな感じ、はい、大会とかイベントに。そうですよ、まあ、ある意味見どころじゃないですか。見どころ見どころ、うん、だって、はい、結婚して子供産んで一回やめて、はい、その時戻ってくるって。そうですよ、まあすごいことだから、だからそこも見逃さないでいただきたいです。そういうところも注目しながら、はい、大会楽しんでいただければと思います。はい、というわけでですね、今日は1月9日に行われるノーキックノーライフの対戦カードと、またですね、2022年の展望を小野寺さんに伺っていこうと思います。はい、それでは小野寺さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは2部制で行われる本大会でございますが、第1部の注目カードからご紹介していきましょう。はい、前回ですね、7月のノーキックノーライフで鮮烈な KO 勝利を挙げたひろゆき選手でございますけども、今回対戦相手がなんかすごい大ベテランだそうでございまして。そうですね、はい、試合の時には43歳になる藤原嵐選手でございます。はいはい、まあとにかく日本のこの軽量級をずっとこの支えてきた、もう鉄人ですよね、この年齢で未だに続けていて。うん、そうですね、はい、43歳なんて。そうです、80数戦のキャリアもあってですね。わ、すごーい。そんなじゃあ藤原選手と戦う、まずはひろゆき選手でございますけども、はい、前回すごかったです、KO 引きがね。そうですね、はい、ひろゆきのあのひらめきといいますか、うん、そのここでハイキックだっていうひらめきですよね。かっこいいですね。かっこいいよね、マジで。かっこいいですね。この感じで、おお、右のパンチですね、こめかみあたりにかするぐらいでもう倒れる。めちゃくちゃ強いですね。めちゃくちゃ強い。これもそれまであのミドルキックを相手がこう腕でキャッチしに来てたんですよ。はい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 、だからキャッチするっていうことは左手が下がってるんで顔が開いてるんですよ。はいはいはい、だからこうキャッチしに来たところを実は背を狙ってっていう、ちゃんとひらめいたんですね。ちゃんとね、考えて、そう考えて、はい、天才ですね、彼は。天才なんですね。だって知ってるこれ、はい、あのひろゆき選手、はい、練習全然しないの。マジっすか。今週5なんだよ。今週5なんだけど、そのちょっと前までは週2。マジっすか。週2ってやばくないですか。週2ですね。週2ですよ。え、週 2？ そう、週2であの強さ。強くないですか。いやだったら集合になったらもうマジでもうマジ強い、無敵じゃないですか。小野寺さんのとこに行って集合になったの。あ、集合にさせたんですか。一応、いや本当は収録させたいんですよ。そうですよね。いきなり2が6になるのもちょっとあ、まあまあそう、まあそうですけど、まずはちょっと5ぐらいから。優しい。ただの興味なんですけど、どうやって集合にさせたんですか。そう、確かにそうですよね。いやもう、あのうちは練習するあの時間が決まってるんですよ、プロは。一般のあのフィットネスの会員さんたちがメインなんで、だからその選手たちがやる時間決まってるんで、それにも出血を必ず取るんですよ。なるほど、はい、ちゃんとも出血取って、はい、もうあの欠席をさせないような空気感を与え管理しております。先生みたいな、なんかそういう空気作ってる。学校ね、うまい先生ですね。
出席しないと単位上げないよ、ね、いやそう大学のね、あの、はい、代わりに行ってもらうみたいな。でそういうことをやって集合になってからやっぱ広木選手今も、はい、あ変わりましたね、すごく変わりました。あのまず体も変わりましたし、うん、昔はその週2ぐらいでもこう勝っちゃってたのがまたいけないんですよね。うん、これぐらいでいいだろうみたいな感じがあったと思うんですけど、うん、でもやっぱり要所要所でいいその強い相手とかいい試合では、はい、あの負けてたんですよ。まあそうか、そうか。でそこからやっぱりあのうちに来てから徐々に変えていって、うん、あの意識改革ですね。やっぱ気持ちの、はいはいはい、もうが大きいん で体つきも変わってきましたし、今、はい、あの彼の持ってるものをこう引き出すように、はい、引き上げるように今やってますね。じゃあもうだいぶ今練習もし始めて、これもだいぶ強くなったと、はい、やってます、はい、仕上がっていいね、はい、さあそんなですね、ひろゆき選手と戦うのがですね、大ベテランの藤原嵐、はい、藤原嵐選手でございますけども、ね、どんなこちらも選手なんでしょうか。まあね、この年齢で未だにこうトップクラスに食い込んできてるっていうのはすごいですし、もう過去はもう本当にあらゆるタイトルを総なめにして、うんうん、もう日本最強って言われた選手ですよ。でやっぱりこのなんでしょうね、もうなん試合が日常とかなんですかね。もう80何戦もやってこの年齢でも続けてるっていうのは、だからその、あの、まあ、宮本君とちょっと似てるんですけど、こう一発のパワーっていうのはそれほどあるわけではないんですけど、そのやっぱりこれまでの経験値で距離だったりタイミングだったり、そういう細かいところを逃さないとついたりとかっていうことで、あとやっぱね、今回3分5ラウンドを希望してきたんですよ。藤原嵐選手の方から。だ年齢がいってるとやっぱ体力って落ちてくるじゃないですか。そうですね、なんの、でもちゃんとこう自信トレーニングしてるってことなんですよ。なるほど。あとはあとひろゆきが後半落ちるんじゃないかっていうのを踏んだりとかしてるんだったと思います。すごいですね、マジで。すごいよね。全然考えられない。今でさえ私無理ですね。いや、そうだよね。3分5ラウンド絶対できない。そう言われたらっていうことよね。でだってさ、その片や週2が週5になった男とさ、はい、片や大ベテランでもコツコツ努力を重ねたまたこの2人の試合ですから、はい、楽しみよね。これは楽しみですね。だからスピードとかパワーとかひらめきというか、あと運動神経とかでやっぱひろゆきなんですけども、うん、やっぱりそのね、これまでこの年齢でも努力し続けてるっていうところですよ、ね、ここですよね。だからそこがね、前半はちょっとこうひろゆきのスピードとかに翻弄されるかもしれないですけど、うん、中盤ぐらいから、うん、自分のペース藤原選手を、はい、どんどんこう削っていって体力を消耗させてっていう勝ちパターンを想像しているんだと思いますね。いや、これはめちゃくちゃ楽しい。もういい試合になりますね。じゃあね、なるでしょうね、はい、だから年齢だけを考えたらですよ、20代のひろゆきと、ね、40代ってなったらもうこれは若い人間が勝つだろうっていうふうに想像は多くされると思いますけど、でもこれはやってみないと分かんないですね。はい、本当楽しみですね。いい試合になりそうでございます、はいはい。さあそして続いて紹介する試合はですね、一部のセミファイナルで行われる石井一世 VS 花岡龍の試合でございます、はい、日本軽量級のまさに最強決定戦と言っても過言ではない試合が決まったというところでございますけども、はい、そうですね、はい、こちらの試合はいかがですか、ね、なんでしょう、まあ、石井一世ではもう説明不要、うん、もう日本を代表する、ね、軽量級のトップ選手ですけど、まあ、この花岡、ね、君、花岡龍君も半端ないです。半端ないですか。はい、もう平成最後の怪物と言われてる、うん、はい、今高校生なんですけども、ジュニア時代からアマチュア時代からもう何百戦と経験を積んで、170戦ですね。170戦アマチュアで負けも、ね、少ないですし、うん、ちょっとあとこれまで石井一世がやってきた相手とはちょっとスタイルが違うんですよ。独特の動きだったりをするので、どういう試合になるか、この選手もなんかちょっと動物的なこう動きというか勘とか、はいはいはい、あとディフェンス能力高いんですよ。なるほどなるほど、はい、そういう選手なんですね。そうです、ディフェンスなんですね、はい、それはどうやって、ね、そのディフェンスすごい、ね、避けられないだろうっていうタイミング状況からパッと避けたりして、うん、そこからすぐ攻撃に行ったりとか、へ、うんうん、かっこいい。攻撃と防御がもう連動して一体化してる選手、漫画みたいな、なんか、はい、選手ですよね。はい、おお、すごいわ、うん。さあ、そんな動物的なね、花岡龍選手戦う石井一世選手でございますけれども、はい、ノーキックドライブでも結構ね、すごい試合が、はい、ね、ありました。はい、うん、さあ、こちらですね、出ております。はい、はい、これは岩波戦ですね。あ、岩波戦。で、今回その花岡くんの先輩に当たるんですよ、同じ道場の。あ、そうなんですね。はい、だから今回花岡くんは、こう、ね、先輩の敵を取るじゃないですかね。ああ、そうなんですね。こう縦肘、いや
そうですね、肘なイメージありますね、石井選手は。すごい、もう一回右ですね。速いよね、本当に速いですね。うん、かっこいいんだ、またほんで。あ、そしてリボンやっぱ可愛いですね。リボン、ドランクね。いつも試合で石井選手のリボン可愛いなって言ってる。そこにね、注目してね、見てるということです。可愛いなと。やっぱね、こう攻めて攻めてというか、まあ、速い選手なんで、はい、石井選手、ね、そうですね、石井選手はとにかく行きますね。行きます、グイグイ行きますね。パンチも肘も膝も蹴り、あのローキックも全部できて、うん、とにかく倒しに行くスタイル、うんうんうん、でそれがもう速いんですよ、回転が。そうっす。でそれとやっぱりすごいのが、そのぐわっと行くのを1ラウンドから5ラウンドまで続けられるスタミナ、あ、相当トレーニングしてますよ。ペースが落ちないっていうのは、うん、すごいですよね。確かに、はい、それはもう日々のトレーニングの成果。いや、もうすごいと思います。はい、相当トレーニングですもんね。はい、それしかないですね。だから本当にひろゆき、そうなんですよ。ひろゆき見てるか、おい。コツコツなんだよ。一回準備行かせようかな、もう。次から6位になる。もう一斉のジムに、あっちにね、あっちに、はい、練習させて、はい、でも練習してするようになってます。そうですね、大丈夫ですけど、はい、まあ、時期にね、あの収録持ってきます。ああ、すごい、ぜひ、はいはい、公開説教をしてください。公開説教をしてください。いや、でもそのさっきリボンがね、可愛いなんていうのを聞いて、はい、その試合とか見てもやっぱり速いとかかっこよくないですか。そうですね、本当に一斉選手は本当になんか肘のイメージがすごくあって、もうなんか相手守ってるのにそこに割り込んで入っていくっていうイメージが。そうですね、だからこうね、ガードしてるとね、この隙間、こんな隙間縫って縦の肘とか、ね、ピンポイントで当てるので、ね、すごいなと思ってるんですけど、はい、うんうんうん、でいつも入場でアリボン可愛いって思って、そこはね、注目してね、はい、でご本人もね、なんかそういうちょっと好きみたいで、うんうん、反応、そはい、可愛いって言うと反応してくれてありがとうございますって何それ、ありがとうございます。裏でそんなことやってんのね。ツイッターで言ってます。あ、ツイッターでね、はい、なるほど。でもね、トランクスなんかもすごいこだわってるんで、うん、やっぱり選手のね、その衣装っていうところもやっぱりちょっと注目してもらえると、ね、選手によって全然違いますし、ますね、はい、やっぱ森井陽介なんかも武骨にシンプル。あれいいです。めちゃくちゃシンプルですよね。はい、あれいいです。体操、はい、体操着って僕は思います。怒られそうだけど。白いパンツね。いやね、まあそういうところにもちょっと注目しながらというところでございますけども、はい、そんなですね、石井一成選手に対するは18歳の花岡龍。はい、選手でございます。すごいです。アマチュア28冠を獲得して、うん、プロ入り後すでに2つの団体の王者となった選手でございます、うん、さあこちらもですね、映像ございます、はい、これ7月のあれですね、あの、試合新規版、はい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 、これですね、本当はこのタイ人 のウィサンレック選手は違う選手、あの宮本君とやる予定だったんですよ。あ、なるほど。で宮本君が、出れなくなって、はい、代わりに花岡君が先輩の代わりに出てるんですよ。同じ道場なんですか。そうなんです。あ、はいはい、ただあのこの体重差が全然違ったんですよ。そうですよね、はい、ウィサンレックの方がずっと大きいんですけど、もうその先輩のが欠場したっていうので代わりにあの出てあのくれた男気ある選手ですね、うん、すごい、うん、ね、これ代わりに急に出るって、はい、もう相当そのいつでも準備ができてないと出れないって、ね、はい、そうです、そうです、トレーニングはもう常に、まあ、あの橋本道場というのは常に厳しいトレーニングをしている道場なので、その辺はもう問題はなかったです。ただその体重差っていうのはやっぱり大きい選手やるってのは危険なんです本当に。そうですね、2キロ3キロ違うだけで全然その一発の重さも違いますし、うん、あと今までその同じ階級で倒れてた選手が 2,3 キロ重いとなると耐える力も変わってくるので、うん、倒れなかったりとかあるんですけど、そこもちゃんとあの引き受けてくれて、なるほど、はい、で結果もちゃんと、ね、勝ってあの出しましたしね。そんなだって、うん、まだプロ入りしからまだ2年半そうですっていうとこ、2年半なんだ。やばいですね。そう、やばいよね。2年半までにアマチュアとはいえだから200戦ぐらいはしてるってことです。全部アマチュア、アマチュアも本当子供の頃、小学生の頃からずっとやってですね、でプロになって今そうですね13、4戦ぐらいですかね。すごい。将来はね、消防士になりたいらしいです。そう、書いてある。消防士なんですか。将来で夢で消防士って書いてあるんですよ。プロでそれ優勝とかじゃなく、まあ、もちろんチャンピオンとかね、はい、もっとこのキックの活躍をするのはもちろんですけど、その先、キックを引退して、だから割と早い段階で引退。めちゃくちゃ大人ですね。ね、そうですね。確かにそうだね、18歳でもう。いや、じゃあ18歳、私
頭の中お花見。いやいや、そう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 何にも考えてないよね、うん、人生楽しいって顔で、はい、俺飯のことしか考えてなかったわ18歳の人はそう分かるでしょその後もしっかりねやっぱ考えが出てるんで、うん、すごいですね、そういうやっぱ、はい、頭を大人見てるというかしっかりと考えがある選手だから、うん、これはまた強いのかも。そうですね、自分をちゃんと持ってるってことですからね、うん、とてもいい試合になりそうな、うん、はい、ことでございますけども、はい、それではですねここでですね頂上決戦に挑む石井一生選手のコメントがなんと届いておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います、はい、ここは日本で日本のキックボクシングの本来のキックボクシングの形で肘ありのコラウンドなんで、まあ、こういう舞台ではすごい KO に意識して KO だけを狙って、自分は別に骨が折れてもいいんで倒したいなって思ってます最近はですね、はい、本当昔とは全然違いますね、うん、昔だとちょっといけないところとか逆にそれが良かったんですけど、最近ちょっと熱くなりすぎてこの前のレイヤー戦ぐらいから血だらけになった時ぐらいからなんかそこが芽生えたのか分かんないですけど、はい、本当の最強肘ありで決めたいですね、やっぱり、はい、昔僕がノックアウトのベルトを取った時みたいに、あれは本当階級のトップ8人が集まってみんなベルト持ってて、全国の日本のチャンピオンがもう揃ってきてたんで、頃の肘ありでの盛り上がりをもう一度見せたいですね、はい、いやーそうですね、でも花岡くんはすごい本当に上手いんで、多分僕は一番嫌いなタイプなんですよ、ちょこちょこ動いて、正直まだ僕はやるとは思ってなくて、まあ、ノックアウトのチャンピオンにもなってるし、すごい面白くなるんじゃないかなと思います、はい、怖いですね怖いというか、なんか僕もジュニア上がりですごいそう言われた世代だったんですけど、10代の時の俺がずっと今の日本チャンピオンとかみんな食ってやろうって思ってた頃のなんか感覚が、あ、これなのかなっていう、はい、絶対倒してやろうっていう、はい、なんか絶対に負けたくないですねもう僕の格闘人生もあと2年3年3年ないぐらいなんで、もう前進するしかないんで、はい、ずっと一番のまま終わって、僕が憧れて入ったマサト選手は一番かっこよくやめたじゃないですか、最後チャンピオンになってその姿を見てそうなりたいって昔から思ってました。だからもう長くやるつもりはもともとなかったです、はい、なるほど、なんか変わりましたね。うん、そうですね、なんかちょっと、うん、淡々といつも通り喋ってる感じはするけど、はい、気迫覚悟みたいなのが、うん、めちゃくちゃインタビューに出てて、本当にこの格闘技選手ってこう1試合とかその試合を経験してガラッと変わったりとかもありますし、うん、本当にそれがね、石井生はこの1年とかでいろいろライズとかも出たりとかもありましたし、いろんなことがあっていろいろ成長したと思いますね。はい、あれ、もともともう3年くらいしかやらないっていうの？一応ね、25ぐらいで辞めるっていうのは決めてプロになったみたいですよ。若いのいいなぁ、ねね、25、6なんてこっからみたいな本当そうですよ感じがするけど ねでもそこできっぱりと辞める気なんですよ ねそうですね、まあ、さっきの花岡くんもそうですけど、やっぱりね、消防士っていうのはその先の話ではないんで、そんなにそうですよね、はい、今の若い子はそうなのかもしれないですね。なるほど、すごい、でもだからそれがゴールが分かってるからこそ多分もうそこに向けてるから、ね、確かに石井ウィン、そう、その、うん、そこまでの努力とかも多分みんなできるんですよ、ひろゆきと違ってずっと待ってないですか、怒られるからね冗談で、ね、いや大丈夫大丈夫いやでもこれ本当に今の見てさらにいい試合になりそうな、はい、はい、ね、ワクワクしました。この試合ワクワクしますね。いや本当にどっちが勝つのかは分からないと思うので、ね、うん、ぜひ見てもらいたいですね、皆さんに覚悟のぶつかり合いみたいなね、はい、そうですね。だから花岡君としてはやっぱりそのさっき一星が言ってたようにその上の選手たちを食ってやるって思ってたっていうのと、ね、もちろん当然負けるつもりで、はい、受けるつもりは、ね、受けたりはしないですし、うん、本当でも挑戦させていただきますとは言ってますけど、本当勝つ気はちゃんとあると思います、うん、あとこのね今期間必死に練習して勝つ道を探していると思いますね、うん、一星としてはいやいやまだまだ負けないよっていうところをもう見せたいと思います、それは絶対一星は、うん、
そうそう、石井誠選手が出てきた時って僕初めて見た時ってすごい若くて、今若手で一番若手で勢いあるって言われてる側だったんですよ。でやっぱ数年経ってるから、はい、ここになってまた下からさらに花岡選手が出てきてるっていう、追いかける側から追いかけられる側になったっていう、やっぱそれもね、まあ、時代を感じるというか、どん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 回っていくんだなというところもありますので、非常に楽しみな試合でございます。はい、はい、続いてですね、紹介する試合は一部のメインイベントで行われる宮本圭介 VS 加藤優吾の試合でございます、はい、前回の番組でも特集しましたが、これが宮本選手とラストマッチとなるということでございまして、1年ぶりの再戦、こちらどんな試合になりますでしょうか。はい、そうですね、まあ、あの前回は本当に宮本圭介バッチリハマった試合展開だったんですよね、はい、ではめられた方の加藤としてはもう同じような戦い方でいったら当然またはめられるので、うん、ね、いろいろ工夫してくるでしょうし、あともうこれで負けたら2連敗してもう宮本圭介は引退してしまってリベンジが一生できないっていう、もうできないですもんね、はい、ね、同じ選手に2敗するのか、ね、それをやっぱリベンジして、うん、うん、宮本圭介はこうね、そこを引退っていうところですけど、どうなるのか、うん、わー、そうですよね、はい、この試合が見に行ったもんな、やっぱいい試合だったもんな、なんかパンチ力が重いんですよ、このパワーが。そうですね、はい、結構加藤選手ですよね。そうです、そうです、はい、あのね、試合見に行った時に音すごいんですよ、なんかね、ちょっとしか振ってないのに音めっちゃすごい、ないんですよねすごいのよ、この蹴りがですね、宮本がポン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 出るんですよね。で相手がこう来るところに合わせて蹴っていって自分のペースを持っていく、でこれはね、3ラウンドの試合だったんですよ、この時は。そうですね、で次はね、もうどちらも出し切れる5ラウンドとか、で特に宮本圭介の5ラウンドは強いんですよ。そうですね、確かに、長ければ長いラウンドの方が、はい、ね、もう3、4、4ぐらいから徐々に徐々に、はい、一気に差をつけていって勝ち切るっていうタイプなので、やっぱ引退試合で戦う選手の意気込みとか熱とか、はいはい、もう覚悟、気合とかものすごいですよね、やっぱね。そうですね、やっぱりね、人生で最後って思ったらやっぱ違いますよね、うん、いつもと、はい、そのだからね、そこ、これで終わりっていう意識でやりますから、だからそこにですよ、あの奥さんのあずささんがなんとラウンドガールとして出てくれるということですから、めちゃくちゃ楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみだよ、ね、いや私本当にその自分がまだちょっとデビューしたてっていうか、まあ、ちょろっと芸歴があった時に、はいはい、あずさちゃんちょ見てたんですよ、地味に。ああ、なるほどなるほど、見てる側だったってことだ。見てる側とか、知ってる側だったんで、はい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 、一緒にできるなんてみたいな。あ、なるほどね、めっちゃ光栄ですとか思って、そっち側の意見もあるんだね。まあ私はそういう感じで、だから今回本当に楽しみで、もうありがたいことで。なるほどね、そこラウンドガールにもそういうのあるんだねありますよね、ファンの方も見てるじゃないですかね、見ますもんね、あの人見ててこう見て自分がそこ立って、はい、で一緒に立って、一緒に立てるって、いやそれはすごいわ、嬉しすぎます、本当にありがとうございます。そういうところにもこの試合楽しみがね詰まっておりますので、うん、ぜひとも注目していただければと思います、はい、さあそれでは続いて2部に行きたいと思います、はい、2部のセミファイナルには緑川つくる選手が登場いたします、はい、なんとですねこちら、はい、対戦相手の方がもう決まったと、はい、そうですね、というところでございますけども、はい、タイのです、ね、プライチュンポン選手ですね、はい、サウスポーの肘でガンガン前に出てくる、サウスポーですね、はい、なのであの緑川とは噛み合うと思います。なぜかやっぱりこうガツガツ出てくる選手に対してはもうめっぽううまく戦うので、はははは、はい、すごい面白い試合になると思いますね。で肘がとにかくそのプライチュンポンはすごいんですよ。肘で KO、 もう切るというよりはもう倒しに来る肘、え、もうじゃあもう全力です、全力、怖っ、いや怖いですよね、確かに倒しに来る、怖いっすね、はい、左ミドルバチンと蹴って近寄って肘を振り回してっていうタイプなんで、はい、それがまた緑川選手のあのね剛腕と噛み合うという、そうですね、ところでございますけど、はい、緑川やっぱこうタイの王座を取りたいっていう目標もあるので、はい、やっぱこの対人選手っていうのはどうしても避けては通れない相手なんですよね、はい、うんうんうん、これ7月の夕野戦ですね。そうだね、あの緑川選手怖いのよみたいなそうですね、しかし緑川も34歳なんですけど、今月、今年あれですね、4ヶ月連続試合したことあったんですよ
げえ。すごくないですかそれ。34で、あ、そうか、ドローだったんだ。これドローだったんですね。はい、まあ、いい試合でしたね、これ。お互いに。いや、すごいな。いやー、そうか、34ってことはもう結構ベテラン。もう大ベテランですよね。ですよね、はい、彼ももう60何戦もやってますし、はい、だ2022年にかける思いとか、うん、もうそうです。だからこっからどうするかって言ったらもうそんな5年も6年も当然できないので、彼のスタイルも考えると、そうするとやっぱり来年っていうのは勝負になりますね。それで再来年とかがどういう1年になるのかとか。なるほど、ね、はい、そこで負け込んでいったらもうもしかしたら来年で終わる可能性もありますし。なるほど、いい感じでいけば本当にいい道も切り開けていくんじゃないかなと思います。だから本当勝負の年だと思います。そうですね、はい、いやもう本当にそれがどうなるのか。もうやっぱね、ベテランって言われる人がやっぱ何人かいるじゃないですか、大会に2人か3人はいるから、はい、もうそういう人たちの戦いを見てると涙出てくるんですよベテランでって言って、ね、勝って泣いてこう手を挙げてるみたいなのがもうね、やっぱそういうね、もう気持ちを込めて見られる試合が、はいはい、続きますので、はい、皆さんも楽しみにしていてください、はい、さあそしてですね、2部のメインイベントでございます、はい、こちらはですね、ベテラン対決、はい、森陽介 VS 健太の一戦でございます、はい、この2人の対戦はね、私もう想像にできなかったというか、はい、さあこれどんな試合になりますかね、これね、まあ、とにかくもともとね、あの階級がその全然違った2人なんでね、数年前では対戦するなんていうことすら想像も誰もしないですけど、だん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 健太君の方が階級を下げてきて、トレーニング方法とかいろいろ変えて、今本当に森井君と同じ階級になってきたんで、はい、やっぱりこの同世代のこの、まあ、ベテラン同士が同じ階級なんでね、こうやったらどういう内容になっていくのかっていうのはちょっと僕もすごい興味がありますね。で、あの本当に那須川天心を筆頭とする10代20歳前後ぐらいの今のこのなんでしょうね、ニュースタイルの子たちとは違う2人ですよね。うん、そうですね、上野も30、緑川も含めてですけど、はい、で彼らにしかこう表せないものっていうのもあるんですよ、はい、やっぱりそのなんでしょうね、こう 噛んで美味しいみたいな噛んで、あ、なるほど、噛めば噛むほどスルメのように味が出る、味が、はいはいはい、で若手は若手なりの、ね、素晴らしいのもありますし、この30代、ね、3、4、5歳とか、はい、で、はい、内原嵐君なんかも43歳、はい、とかも考えると、はい、彼らなりの本当にプロ意識っていうのはみんな高いので、うんうんうん、はい、だからそこをちょっと注目ですね。注目の試合でございますけども、はい、さあこんなですね、森陽介選手でございますが、前回豪快な KO を披露して完全復活を印象付けたと、はい、うん、そういうような選手でございます、はい、これですね、前口体操引退試合、そう、これそうなんですよ、本当に泣きそうでした私、これすごいよね。だから本当タイソンもこれ負けるまではいい、あの流れも作ってたんですけどね。そうなんですよ、バック肘で、はい、うん、そう、これで、これなんなんか、そう、これで前口選手の引退だったじゃないですか、はい、だからなんか映画みたいじゃないなって思いながら見てて、やっぱガチだから、だってこれだったら引退試合だから勝った、やった、今まで勝てなかった相手に、今までこうね、憧れた相手に勝った、やったで終わっていいのに、ちゃんと負けて、ちゃんと負けて、ちゃんと森井選手が強かったみたいな、なんかすごかったんですよね。本当その通り、おっしゃる通りね、華々しく勝ってやるっていうのも一つの全然道なんですよ、はい、はい、でも彼は、森井陽介とやりたいと自ら指名しました。宮本君だってそんなイージーではない、一度勝ってるとはいえですよ、うん、やっぱりパンチ力ある加藤なんていうのはその危険な攻撃を持ってるんで、その確実に勝つなんてことはこの真剣勝負ないんでね、まあ、そうですよね、引退試合だからといってという、はい、手を抜くことはないですね、まあ、もちろんないですからね、はい、今ですね、これ書いてあるところによると、師匠のですね、はい、小林さんが、はい、今が森井は一番強いんですと、超これ一軍だけで俺超楽しい、森井さん最強の、はい、要はもうイメージなんですよ、まあ、そうですよね、でもちょっと一回負けてとかいろいろあって今また復活してきてるから、はい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 、あの最強の時の森井がまた見れるのかっていう、そうですね、小林さん一番近くでこう見てますからね、小林さんもそう言ってましたし、ね、どういう風に仕上げてくるのか、でもちょっとね、どんな森井が果たしてこの試合で見れるのか、はい、楽しみです ね楽しみなところです。毎年なんか言ってたのはやっぱりその、ね、ノックアウトでトーナメントやって優勝した時なんかは、はい、まあ、小林さんっていうのはもう異常なぐらい厳しい
トレーニング上です。もうすごいですもんね、試合中もね。あ、そうか、ラウンドガールやってるから横で見てるとやばいよね。聞いてるんですよ、ね、それでお客さんも反応するんでめっちゃ面白くて、ね、印象がすごい強い。1回だけヘトヘトの森がコーナー帰ってきてビンタしてたからそれでノックアウトするじゃねえかなって思って。いや、本当そうですよね。マジかよ。本当にその人が今一番強いと言っている、ね、はい、だ小林さんがね、まあその頃やってたトレーニングとはちょっとまた少し変わって、やっぱりその森井くんも30過ぎてきた、ね、はい、入ってきたんで、やっぱり昔はちょっとこうやり方を変えたりとかも取り入れてるみたいではあるので、また違うね、うん、ちょっと森井選手の強さが見れるのかもしれないといったところでございます、はい、さあ対する健太選手でございますけど、はい、なんとこれが実に102戦目の試合、はい、そうなんですよ、すごいね、すごいですね。彼は、ね、月一健太って言われてる、月一健太クーポンみたいな、月一こう試合をするような時もあったんですよ、はい、それでこの、はい、100今1戦やってるってことなんですよね、なるほど、そんなにできるもんなんですか、はい、いやだってなかなかできないですよ、無理ですよ ね、 ね、毎回毎回仕上げてるってことですよね、うん、だってそうそうなんですよ、そうだし、だって毎回一応顔殴られてるからね、そうなんですよね、こうなって帰ってきてまた1ヶ月後行くってなんです、すごい、すごいですね、ダメージも蓄積してきますもんね、ダメージっていうのはそう蓄積するものなんですよね、そうですよね、はい、でも彼はその月1組んだりしててもその飛ばしたことがないんですよ、怪我でやっぱりできませんでしたみたいなことはないんですよ、はい、ちゃんと出て、ちゃんと出る結果でその、はい、101戦という経験、ね、経験になっているというところでございますけども、はい、さあ健太選手はですね、肘の得意な選手で、そうですね、70キロでも活躍したというところで、はい、結構前の試合映像で、まあ、真っ黒ですよねごめんなさい、笑っちゃった、真っ黒だな、おい、週3ひざろに行ってた時代じゃないですかね、いや、真っ黒いですね、黒いなこういう肘ですね、細かい、ほんと組み合った隙間からついたり、うん、ああ、ああ、はい、ごめんなさい、黒さに行っちゃうの、いや、肘ですよね、肘、いや、強いのよ、うん、こうね、一発のパワーも断然森井陽介なんですよ、あ、はいはい、しかもそのこう長年のキャリアだったりディフェンス能力だったり肘の具合ですね、はい、っていう肘打つタイミングとかですね、その辺はやっぱり健太君は、はい、長けてますからね、やられてますもんね、うん、そうだね、だ縦も横も右も左もいろんな角度方面から肘を打ってきたり、もちろんパンチも、ね、交えてやってきますし、やっぱりこの101戦やってて、まあ、未だ現役を続けてるっていうのはやっぱディフェンスがしっかりしてないとね、はい、当然こんなできないんですよね、うん、まあ、そうですよね、はい、だってディフェンスがじゃあ下手だったら、ね、ダメージもっと食らってるだろうし、そうなんです、その101戦ダメージ食らいまくってたらもうおかしくなってますからね、あ、そうですよね、はい、だからそういうディフェンス能力も高いですし、それを森井陽介がつけるのかどうか、うんうんうん、で森井陽介が来たところに得意の肘を合わせてね、どうなるかという、はい、まあ、もちろん肘だけじゃないんですけど、はい、この2人のベテラン対決ですよね、はい、2人にしか出せないものをちょっと見せてほしいですね、はい、どうですか青山さんもこの試合注目ですか、いやもう本当にまあね、2部のファイナルっていうこともあるので、やっぱりメインですからね、メインだから一番盛り上がるんじゃないかなと思って、一番盛り上がりますよ、なんといってもね、まあ、健太選手が、ね、はい、ヒサロを最近やめてね体調が良くなったらしいですよ、書いてあります、やばいですね、ヒサロやめて、体調が、今まで普通にハンデ追ってましたよねヒサロってさっき聞いたの、はい、ヒサロってね、はい、紫外線じゃんか、まあそうですね、確かにめちゃくちゃダメージなのって、まあ確かに紫外線は良くないって言いますよね、からだからずっとそのハンデそれやめたから、まあね、いや、それでどう健太選手がどうなるのか本当に分かんないですし森井選手も今が一番強いっていう、うん、そうそうそう、一番今強い2人じゃないですか、そうそうそう、だったらそうですね、いや、もう訳分かんないですよ、まあ、強くなった理由がヒサロやめたら、いや、それやめたらそうですよ、まあ、なかなかそれも、ね、分かんないですけども、もうだから真っ白の健太選手が、うん、真っ白の健太選手と2人が面白いですよね、森井選手、そう、森井選手が本当は黒でよかった、そしたらね、ちょっといいコントラストだったけど、もう今、2人と真っ白ですから、めっちゃ面白いね、とてもこちらも楽しい試合で、はい、このラウンドはこの試合も5ラウンド、あ、5ラウンド、はい、やっぱ強い同士がやっぱ5ラウンド制は本当に面白いです、そうですね、5ラウンド見れるというところでございますので、はい、こちらも楽しみにしていてください、はい、
さあざっとですね5試合紹介してきましたが、はい、他にも楽しみな試合、たくさんございます。はい、小田原さん紹介いただけますでしょうか。はい、一部でですねあの石井ジュライ、これがですね石井一世の甥っ子、ほっ甥っ子甥っ子がもう出るんですか。はい、そうです。これ石井選手っていう名前の方いっぱいいっぱいいるんですか。みんなあれなんですか。みんな石井一世とは別にそんなあの石井グループみたいな。違う違う、そんなあのあれあの違う、あのあれじゃないです。はい、でこのジュライ君っていうのはね石井一世のあの甥っ子さんですね。はい、もうはい、もう12、3戦プロでやってますし、17歳ぐらいかな。17歳、はい、はい、でそれ対します7月大会も出たんですけど平松渡る、岡山ジムの選手ですね、はい、イノベーションの、この2人なんですけど本当に、2人のフライ級51キロぐらいなんですけど、はい、将来 の、 その軽量級を支えていくであろう同士の戦いです。あ、若手同士 の、 若手のいいですね、はい、若さがぶつかる、いいね、まだその知名度としてはまだまだこれからの選手なんですけど、はい、ちょっとね先物としてちょっとご注目いただければ将来大物になるかもしれない。はい、そうですね、もともと知ってたぜって言えるってことですね。はい、だそういう成長も見るのも面白いと思います。だから前座試合でやっぱデビュー戦とか 2,3 戦、ね、とかやっている試合とか見ない方も中にいらっしゃるんですけど、まあそうですね、やっぱりそういう試合を見て次にまた来た時に、ね、成長してったっていうのもちょっとだからあの時のってなって、ね、でさらに強くなってるっていう成長、うん、そうです。だから推しの選手とかで皆さんちょっと見つけていただけると確かにいいですね。それはね試合内容もそうですし、なんか、ね、もちろん顔だっていいし、なんか好きだとかキャラクター性のある選手もたくさんいますし、もうなんならトランクスがいいからでもいいですし、ね、なんかちょっと気にしてね見ていただけると、うん、さらに面白いと思いますね。メインだけじゃなくもう大会最初から最後まで全ておすすめでございますので、うん、そうですね、はい、ね、見ていただければと思います。はい、あと、高橋さん兄弟、あとは高橋さん三男坊、そうだ、はい、清人君が久しぶりに僕ちょっと、ね、自分の大会やってる大会に出てくれるんですけども、はい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 、またカードはちょっと後日発表しますけども、はいはい、高橋さん兄弟って、兄ちゃんはい、が出てますけど、兄ちゃんお兄ちゃん全員チャンピオンです。全員チャンピオンか、はい、なるほど。一番上があの森井くんと、そうです、はい、昔やったり、そうだ、はい、そうだそうだ、青山さんラウンドガールやってくれて、はい、でその時ですねあれなんですよ、もし1ラウンド KO で試合が終わったらラウンドがないから青山さん出番ないじゃんって話になって、 なるほどなるほど、出番ないよ、なるほど、試合前にもあったんですよ。そう、試合前に1ラウンドっていうやつを作って、わざわざ作っていただいて、そしたら本当1ラウンドで終わったんで、やっててよかったね、やっててよかったんだ、やっててよかったんだ、はい、青山さんブッキングしてね出るタイミングなかったら申し訳ないじゃないですか。いやいや全然そんなことないですけど、はい、すごい、なるほど、それを思い出しました。ガールで最初から回るって本当ないですね。なるほどですね、はい、ああいうのも面白かったです。そういうこともあったんですね、はい、なるほど。そんなね高橋さん兄弟の、はい、三男坊、はい、三男坊の、はい、にも注目してください。はい、さあこちらのですね見どころ満載の今大会でございますが、チケットはですね絶賛発売中でございます。ただ、はい、売り切れが予想されます。もう売り切れのものもあるので、あ、もう売り切れのものも出ている、はい、ということなので、お早めに皆さんお買い求めください。はい、またですね会場に行けないという方にはライブ配信もございますので、ね、はい、こちらでもお楽しみいただければと思います。はい、さあそれではですね最後に小野寺さんからですね、まあ、視聴者の方に、まあ、はい、今後の2022年の、はい、ノーキックノーライフの展望も含めてメッセージいただけますでしょうか。はい、まあ、まずはこの、ね、1月9日、今年一発目なので、その先うまくつなげるような大会に、ね、なるカードを揃えましたので、うん、あとはもう選手たちに任せて、その日爆発、大爆発するように、はい、頑張ってもらいたいと思いますし、まあ、ノーキックノーライフの立ち位置としては今のところそのこうお祭り的なイベントっていうふうにちょっと、はい、考えてやっておりまして、やっぱりキックってこういろんな団体がたくさんあってですね、なかなかこう誰が一番強いのかっていうのがよく分かりづらいっていうのがちょっとあるんですけども、ノーキックノーライフはもう昔からそのじゃ誰が一番強いの、はい、誰と誰がやるの見たいのっていうものをこう、ね、提供するのがこのノーキックノーライフだと思ってやってますので、引き続き今年もや、それをブレずに作っていきたいと思いますね。で次回はの5月にもう会場を取れて、はい、カードもちょっといいカードもちょっとできそうなので、はい、決まってます、うん、はい、なのでこちらもご期待いただければと思いますけど、まずは1月9日ですね、はい、会場はちょっとねもうチケット完売に近い状態にもなってるので、配信の方で、ぜひ1部も2部もですね、これちょっととってもいいカードを組めたので、はい、お見逃しなく、ぜひとも、はい、
これねご覧ください、ね、はい、はい、本当の最強が見れる大会ということですね、はい、うん、ぜひとも皆さんご覧ください、はい、さあそして青山さん、はい、楽しみなその胸の内をお願いいたします。そうですね、本当に久しぶりのラウンドガールなので、うん、ぜひまあ拙いところもあると思うんですけども、サッチョ大貫さやかちゃんと一緒に、うん、盛り上げていきます、はい、そして、宮本のあずさんも一緒に、はい、で3人でねたくさん盛り上げていきたいと思います、はい、まあ、選手にも注目なんですけどもラウンドガールにも注目です。はい、見てください。はい、ありがとうございます。それではこの辺りでお別れとなります。1月9日は竹芝ニューピアホールでお会いしましょう。それではさようなら。